ジンダイラは中国新末から前漢初期にかけての政治家、軍師。当初はギトが皇雨などに主観するものの長続きせず、最終的には劉邦に仕え、皇雨との戦いの中で危機に陥る劉邦を様々な検索で救った。その後、劉邦の遺言により上昇となり、旅記事なき後の旅史一族を滅ぼして、劉氏の政権を守るという功績を立てた。 式では、生家、感情では、捨てが立てられている。洋武氏の座との人。生まれつき背が高く、美しい容姿をしていた。若い時は、兄の陳博の下で勉学に励んでいた。陳博は裕福ではなかったが、積極的に陳平を支援し、滅多に作業を手伝わせることはなかった。ある日、勉学ばかりに生を出し加業を手伝わない陳平に、 対して、兄嫁が文句を言うと、人白は怒ってこの嫁を離縁したという。成人した陳平は、葬儀等を勤勉に手伝い、やがて地元の有力者の未亡人である長子の目に留まる。長子には5回も、夫と死に別れている孫娘がおり、新たな突起先を探していたが君悪がられ手を挙げる、者がいなかった。陳平はこの娘を目取ろうと考え、 貧しい家で暮らしながらも門外に貴族が乗る馬車の輪立ちを多くつけて広く人物と交わりがあるように装った。これらを監視していた長子は陳平の志の高さを見込んで息子の長中を説得して数日後に孫娘を陳平にと継がせた。結婚後に金回りが良くなるとそれをもとに交際を広め、社の祭りで裁量役になった際には祭り肉を迅速。 公平に分配使命性を高めたが陳平は、こんなものではなく、天下を与えられれば、立ちどころに裁いてみせるのだがと言って探索したという。陳将、五皇の乱が勃発すると、若者らを引き連れ、義王になっていた義とかに仕えるようになるが、信言を聞いてもらえず、周りの残言により逃亡する。次に、皇羽に仕えて、無本を起こした陰王、芝、 を降伏させた功績で問いとなったが、芝が投身してきた流法にあっさり振ったため、怒った幸運は因を平定した証拠を中殺しようとした。身の危険を感じた陳平は幸運から与えられた金と印寿を返上し、そのまま再び出本した。その道中、陳平は川を渡る際に、その立派な容姿を見た先頭から、実は名のあるものに違いない。ならば金や、 財宝も持っているはずだと思われ、戦場で襲われそうになった。それに気づいた陳平は、突如裸になり自ら船を漕ぎ始め、無一門であると先に示し襲われることを防いだ。修にたどり着いた陳平は、旧地の義務地のつてで、劉法に面会する。劉法もその話し合いで陳平を機に、入り、即日高時代と同じく問いに任じ、劉法の乗る馬車に賠償させ、 軍を観察させた。この工具ぶりに、古参の将軍たちは、不満を抱き非難したが、劉邦は受け付けなかった。しかし、法上の戦いで、劉邦軍の規律が緩んでいたため大敗。その後、周没や、官営らから、賃兵は儀に仕えて用いられず、儀を去って、祖に仕えて用いられず、諏訪へを去って、官に流れ着いた、節度や、審議のないやからです。故郷では、 兄嫁と密通していて、今は賄賂を取って、地位を上下させていますなど、貧困の無さを訴えられる。たびたびの残疎に、劉法も、陳平を疑い、義務地に問いただすと、私が推挙したのは、陳平の際であり、徳ではありません。今、官は、外の攻防中という、差し迫った状況でありますから、古にしの徳の死のようなものを得たとしても何にも、ならないと思い、 今すぐ必要な希望の死を推挙したのですと返答された。また、陳平からも、ギットがは、私の策を用いませんでした。失望した私は座りに行きましたが、幸運は、一族などの意見しか聞きませんでした。さらに幸運は私を罰しようとしたため、失望した私は漢王様が人をよく用いると聞いて、観に来たのです。しかし裸同然で、 官に仕えたため金品を受け取らなければ、どうにもなりませんでした。私の計略が採用するほどでなければ、直ちに金品と官位を返上し、戸惑いしますと、弁明されたため、劉邦は納得して謝罪し、改めて森軍中尉に任事全軍を監督させた。これ以降、古参の将軍たちは何も言わなくなった。間もなく、劉邦は幸運に追われ、慶養城に籠城することになった。 不利な状況の中で陳平は、皇婦が疑り深い性格であるため部下との離間が容易にできると信言し、劉邦も、その実行に4万金もの大金を陳平に与え、自由に使わせた。そして、半蔵、勝利、劉勝衆院といった皇婦の重臣たちが、功績を挙げても皇婦が恩賞を出し渋るため、官に協力して皇婦を滅ぼしようになろうとしているとの噂を流し、 幸運はそれを信じて疑うようになった。特に腹心である半蔵に対しては、その死者が官へ派遣された際に、はじめ半蔵の使わした死者として豪華な宴席に招き、半蔵と仲が良いかのように振る舞った。そして死者が幸運の死者であると聞くと、すぐさま粗末な席に返させた。このため幸運はさらに諸々を疑うようになって半蔵は失脚することになり、 故郷に帰る途中で噴死した。こうして陳平は、祖最大の地望の際を戦わずして排除した。しかし、慶陽の方位は変わらず、ついには食料が尽きてしまった。ここで陳平は、偽物の漢王を城の外へ出し、敵の降伏に、祖兵が喜び油断したところを城の反対側から脱出する策を出し、その偽漢王に、鬼神を慶陽に残る守りには、 周囲らち、もみこうを、彼らなら、死を厭わないでしょうと納得させるように、竜法に進言した。同時に自分がかつて使えたことがある、ギトガの弟である、ギヒョウを残して、彼の裏切りに備えて、周囲らちたちに邪魔だと思わせ始末させることにした。この策は実行され、見通した通り、騎士は座絵を足止めさせ周囲らちたちは、ギヒョウを殺害して、 幸運の攻めにもよく持ちこたえた末、ついに落城して三人とも処刑された。引き換えに脱出に成功した劉邦は、漢中へ戻って、体制を立て直すことができた。さらに関心が西王を名乗ろうと願い出た際には、今こんなに苦しい時に王になりたいなど、なんと恩知らずだと憤き通る劉邦の足を踏んで、関心を西王に認めなければ、独立されて、外結ばれ。 勘の危機となりますと長領と共に、劉邦を悟して納得させた。また孔竹山で、孔羽と和儀を結んだ際には、和儀を破って疲弊した、孔羽軍に攻め込むべきであると長領と共に進言し、最終的な勘の勝利を得ることになった。紀元前202年、劉邦が孔羽に勝利して、全勘が建てられると、陳平は、故郷の戸里にあるとうに封じられた。 この際、劉邦は陳平に、そなたの功績は大であるなと言ったが、陳平は、私は義務地がいなかったならば、官に仕えることができませんでした。また私に歳儀がかけられたとき、義務地が潔白を証明してくれましたと言った。これを聞いた劉邦は、そなたのようなものを元に背かぬものというのだな、と義務地にも恩賞を与えた。紀元前二百年、劉邦は、 郷土討伐に自ら出征するが、木突禅愚の作戦で、平城付近の白登山で、包囲されて、食料も尽きてしまった。ここで賃貝の奇策で何とか和睦をして流頬は、帰ることができた。固く秘密とされたため、策の内容はわからないが、木突禅愚の足に、中国の美女が禅愚のものになるかもしれないと吹き込んで、その嫉妬心につけ込んだものと伝わっている。 紀元前195年、劉邦は、猿王、ロア安討伐に、藩会を派遣したが、残言を受けた劉邦は藩会に、謀反の疑いを持ち、捕らえて、殺すように陳平に命じる。しかし、藩会は、次期権力者の皇后旅記事の妹婿であり、高難を恐れたことと、劉邦の一時の気の迷いと考えた陳平は、最終的な判断を劉邦に委ねるため藩会を、 捉えるだけに止めた。その人で劉邦の死去を聞くと、急ぎ長安に戻り、劉邦の棺の傍らに駆けつけ、一晩を嘆き過ごし、さらに何かと理由をつけ棺の側を離れないことで、旅帰の関心を買うと同時に自分を残言する者が現れるのを封じた。紀元前190年に、総産が死んだ後で、左上将に任じられて、紀元前188年秋8月に、 慶帝が崩御すると、長壁強しの助言を受けて、旅地を安堵させるためにその追いの旅代、旅三、旅六らを王に封じさせるように進言した。旅地の先見時代には、免獣腹杯の姿勢を保ち、旅地と対立して失脚した王領の後を受けて、右上将となった。しかし、旅氏が中央の平権を完全に握っており、左上将は旅氏と親しい新戚がつくなど、 右上昇には、権力がなく、実質的に名のみの役職であった。さらに、緑地の妹旅が、右上昇は、酒と女に溺れ、仕事を行っていませんと、緑地に残言していると聞いた陳平は、その通り酒と女に溺れ骨抜きになったふりをし、旅吉や夫を捕らえられた恨みを持つ旅、から警戒心を持たれないようにして、粛清の嵐を避け、反抗の気を伏して待った。 この様は、旅事が陳平に、あなたを残言する者もいますが、私はそれに惑いません。私たちはもっと、良い仲になれると思っていますと言ったほどであった。紀元前180年に旅事が死去すると、陳平はこれを気として考えていたが、どうすれば良いか悩んでいた。その、陳平の屋敷へ、ふらりと陸家が訪れてきて、悩みを即刻見抜き、助言を授けた。 そして、陳平はそれに従い、宴会に見せかけ、宮廷内で、大尉、周没をはじめとする反侶死勢力や信頼できる人物を集め、密かに人脈を築き、打ち合わせを重ねていった。諸公の監視を徹底していた漁師も、酒好き女好きの右上昇が行う宴会なので、警戒をしなかった。陳平は、陸下にも人脈作りを依頼し、そのために召使い百人、 シャは五十条、千五百万を与えた。そして、西王、竜城の放棄と、その討伐に出した、官営の寝返りなどに動揺する宮中において、策略を用い、周没などと共に、旅記事の追いである旅禄の不安を煽らせるため、旅禄の友人である、歴よりの父歴将に迫り、歴よりから、いつまでも中央にいるので、 野心があるのではないかと疑われ天下が騒がしくなっています。領地は諸侯も重心も認めており、帰国すれば疑いも晴れ安泰ですと吹き込ませた。領陸はそれに従い平権を返上し、終没が平権を取り戻す。そしてその兵と築き上げた人材、情報網で、旅記事の別の追い、旅産の定位三脱クーデターを鎮圧。さらに、 これを口実として、両子一族を皆殺しにする逆クーデターを実行し、劉頬の子である大王流頬を立てた。その後間もなく、陳平は文帝に職を辞させていただきたいと申し出た。文帝は陳に不満があるのかと聞いたが、いいえと答えられ、ではなぜ職を辞したいのかと聞いた。陳平は、酵祖の頃は、私の功績が周没度のより多かったので、私は、 上昇となりました。しかし、漁師討伐には、終没殿の方が功績が多うございますと答え、文帝は、なるほど。だが、そなたも欠かさるべきであるので、終没を右上昇、そなたを左上昇とする。陣を補佐してくれと言ったので、これを受け入れて、左上昇となった。その後、終没と文帝に壊れ、再び右上昇となった。 終没の辞任後は単独で上昇を務めたが、紀元前178年に死去した。健康と送りなされた。なおクーデター鎮圧の際に、平権は握った者の,の兵士が従うか不明だったため、粒子に加担する者はサタン、粒子に加担する者はウタンするようとの触れを出し、兵士はすべて左の肩を脱いだことが、義により味方することを意味する、サタンするの孤児生語となった。 劉邦の軍師というと長領をすぐに思い浮かべるが、陳平は長領に比べて暴略に長けていた。そのことから身内にも警戒されることがあり、劉邦は死の直前、陳平にすべてを任せるのは危ないと述べている。陳平自身も私は国のためにやむを得ないこととはいえ、陰謀が多かった。陰謀はどうかの禁じるところであり、死後子孫は絶えるだろうし、 爵位を失うことがあれば二度と再考はできないだろう。皆、自分が陰謀を立てた報いであると予言した。その予言通りに陳平の爵位は、この教法陳外、孫の勧告陳外の代は、何事もなかったが、総尊の陳何が貫通の罪を犯したために、陳何は処刑され晒し者となり、爵位を取り上げられた。陳平のヤシ後の陳手の平は、 各挙兵の母と三つを四角挙兵の義理の父となり、その立場を利用して諸侯としての身分回復を図ったが成功しなかった。陳平は政治にも優れていた。両子粛清後に終没と共に上昇になった際、文帝が終没に一年間に何回裁判が開かれているのか、と拾ると終没は答えられなかった。文帝が、では一年間の国庫収支はどのくらいか と尋ねたが、周没はそれにも答えられなかった。文帝が陳平に尋ね直すと陳平は、裁判に関しては定常が、国庫収支については、地な内しがおります。この者たちを召し出してご家門ださいと答えた。文帝が、専門の者がいるのは分かったが、ならば、上昇とは何が専門なのかと聞くと陳平は、上昇の役目は上は天使を補佐し、下は外敵に目を光らせ、 諸行を威武し、万民を手名付けした側しめ、おののの役目を全うさせることです。極部的なくくたることに関わるのが役目ではございませんぬと答えた。文帝はよくわかった。見事な答えだと陳平は褒めた。後で、周没が陳平に、なぜ陛下が質問される前に、ああいう答え方を教えてくれなかったのかと問い詰めると、陳平は自分の役目を知らないのか。 君はもし陛下が長安の盗賊の数を聞いてきたら、それにも答えたいというのか人間はすべてを知ることはできない。だから専門家がいる。我々の専門とは先ほど陛下に申し上げたことだよと、笑いながら言ったという。自分が陳平には到底及ばないと悟った周没は上昇を辞任した。芝仙は奇策を出し、困難の免れさせ留邦を救った。 旅行の時代も、たじたなんであったが、漢王朝を安定させ、優れた最小と称えられた。はじめよく、終わりよくと言える。希望の死でなくて、これがやり通せただろうかと評している。後世曹操が世に渦もれた人材を求める際に、陳平のように兄嫁に手を出したり、袖の下を取ったりした過去があるものでも、才能があるものならば、そのようなことを気にするな。未だ、 義務地に出会えずにいる者よ、自分のもとに主観せよと触れを出したことはよく知られる。原文は、超父。父は、高音で、不と同音のために、老母による、上司とする、父父などの例がある。この頃、公文の会において、公運の家臣として、取り次役を務めている。ありがとうございます。